阪急2200系電車は、阪急電鉄が1975年に導入した通勤系電車である。電気子直波制御の実用試験車として導入され、1985年には VVVF インバータ制御の試験車が追加製造された。1960年の2000系、2300系の導入から15年が経過した1975年に、一編成8両が、 神戸線に投入された。半球電車の次世代モデルの模索車両と位置づけられ、8両固定編成、車体のモデルチェンジ、ワンハンドルマスコンの導入など、新基軸が取り入れられている。番号が2000番台となっているが、形式上は6000系の試作車扱いであり、2000系、2300系とのつながりはない。当初より増備計画がなかったため、 形式は改正ブレーキ車に用いられた2000番台の予備番号2200系が付与され、番号も奇数と偶数の関係を持たせた。1985年には VVVF インバータ制御の実用試験車2両が追加投入されている。1995年の阪神、淡路大震災で被災し1両が廃車となり、残存各社も6000系に編入され、2200系は 消滅した。2017年現在、中間車は宝塚線に、先頭車は7000系の中間車を組み込んで、神戸線に配置されている。長らく全車が残存していたが、2018年から廃車が開始されている。また、先頭車については2019年に7000系に編入された。車体は2000系、2300系からの流れを組む3。 扉ロングシートであるが大幅にモデルチェンジされた。側窓は上下に 50mm、左右に 20mm 拡大された。客用扉も 50mm 高い 1850mm となった。運転室は乗務員の居住性向上のため客室側に 154mm 拡大した。これにより運転室直後の座席は 従来の三人掛けから二人掛けとなった上に客室用側窓の設置が見送られた。また、この部分に新たに H のエンブレムが設置された。この車体構造は同時期の6000系、6300系にも採用されている。種別、行き先表示は前頭部の標識板を廃止し、表示幕を正面、側面の幕板部に設置した。標識等、 微動は創価に移設、廃唱機も装着され、正面の印象は大きく変化している。デビュー当初は正面貫通扉にヘッドマーク受けは取り付けておらず、しばらくはヘッドマークを付ける際はアダプターを装備したが、後にヘッドマーク受けを追加した。落成直後は表示幕の枠が無塗装であったが、幕の文字が引き立たないこともあって、営業開始までにマルーンで塗装された。また、 前面の標識等部分にステンレスの装飾を施すことも検討されたが、小弱車庫での試験のみに終わっている。車内でも座席は3000系像備車以来短縮されたままであった。座席幅が見直され、扉間は 3800mm、車端部は 2200mm に拡大された。つま面は従来は白色だった。天井側も含めて、 全面的に決め化粧板張りとなった。エアシリンダによる側窓の一斉自動開閉機能も試験採用された。冷房装置は1500キロカロリー3機の集約分散式を採用した。なお、検討のみで終わったものの、無塗装アルミ車体とする計画もあった。制御装置は、東芝製の電気子直波制御機で時速100キロメートル以上の高速域からの 回生ブレーキを可能とした。電気子直波制御装置は5300系の5863で約2年間仮搭載され、その上で2200系に本格搭載された。主電動機は1 3 5キロワットの直流直巻電動機で定格電圧2 2 6ボルト4台永久直列接続とし、立行時に家電圧の使用を許容することで、 回生ブレーキを高速域から停車寸前までの広い範囲で使用可能としている。主電動機の出力はアルミ車体として重量が軽くなることを見越した数値でもあったが、高性車体での製造となったためやや出力不足となってしまった。歯車比は神戸線標準の5.31である。電動発電機は京都線車両と 同様1 2 9馬が4両に1台の割合に変更された。運転台は半球発のワンマンドルマスコンを採用、押しボタンによる電子系的も初搭載された。東京急行電鉄の開発した T 字型ハンドルが採用され、導入に際して東京急行電鉄で現車体験を行うなどの協力を得た。ワンマンドルマスコンは2200系、6000系。 6300K でそれぞれ初採用されている。台車は電動台車が FS-369A、付随台車が FS-069A である。ブレーキは電気指令式ブレーキの HRD-1R である。1985年製造の VVVF インバータ制御車は東芝製 GTO インバータ装置と誘導電動機を搭載する。 主電動機の出力は1 5 0ットである。1975年には1編成8両が製造された。2751はアルナ後機が阪急電鉄に納入した通算1000両目の車両であり、車内の製造署名板にもその旨が記されている。1985年には VVVF インバータ制御の試験車2両を新造、付随車と差し替えられた。 神戸六6 0 2 5から6125プラス2250から2720から2721から22511992年以後の編成。この編成が震災時に被災した7026から2750から2751から7126震災復旧直後の編成。朝ラッシュ増結用。 宝塚線6 0 1 0から6510から2760から6650から66602770661061106011から6511から2761から6651から6 6 6 1 2 7六1 6 6 1 1 6二1 1 2 7 5 1 車内の半球の輸入占領記念プレート6000系6050ワンハンドル車両登場40周年で側面に、旧車掌と H マークが復刻された6150号車当初の編成は、先頭車2両が制御車、両先頭車直後の中間車2組4両が電動車ユニット、編成中央の中間車2両は付随車の 4M4T 編成とされていた。 編成が落成したのは1975年3月であったが営業運転を開始したのはそれからおよそ半年後であった。これは本系列が阪急発のワンハンドルマスコン車で操作体系の相違から運転士の習熟訓練を実施する必要があり、電気子直波制御機から漏えいする高周波ノイズが軌道回路に及ぼす障害を確認することなどと合わせ、 営業運転開始までに長期間にわたって様々な条件下で試運転を繰り返す必要があったためである。実際に営業運転開始前の試運転時に公衆波ノイズによって踏切障害などが発生した。登場当時の表示幕は休校については白地に赤文字で休校であったが、1982年に黒字にオレンジ文字の表示休校に変更された。しかし、 黒字に白文字の普通表示と区別しにくいとの苦情を受け、急行表示は1992年に現在の快速急行と同じオレンジ地に黒文字、急行に変更された。1985年3月には VVVF インバータ制御装置を搭載する中間電動車2両が追加製造された。七千系7 0回に挟まれた四連で試運転を行った後、 同年7月中旬に2250回の付随車2両と差し替えて 6M2T 編成とされている。この時差し替えた付随車2両は神戸線の重量編成運転に伴い6000系に組み込まれた。電気子直波制御は駅間距離の比較的長い路線においては加減速の頻度が低く、回生ブレーキによる省エネルギー効果のメリットが少なく、製造コストも高いため、 連価で、阪急での運用に適した特性を備える会、自直波制御を採用した7000系、7300系が量産された。VVVF インバータ制御は8000系、8300系の量産にフィードバックされた。電気子直波制御の試験は1992年に終了となり、電動車4両は電装解除し、付随者とされた。 残った戦闘車の2250.2251と、インバータ制御車の2720.2721の4両で編成を組み、6000系2連を埋め方型に連結した6連となった。この時、2250.2251は、車体更新を実施、スイープファンの設置などが行われた。主に、今津線で運用されたが、1995年の、阪神、 淡路大震災発生時、今津線宝塚南口駅付近を走行中に脱線した。危機に復旧不可能な損傷を受けた電動車の2721は廃車となり、代替として付随車6772を二千2720は、電装解除され6762に改版された。付随車も6000系に編入。 制御車の2250.2251も6050.6150に海版編入され、2200系は形式消滅となった。6000系編入後、2001年1月には6050回が6000系、7000系などと同様に、車体上部がアイボリー塗色に塗装され、中間に組まれている車両も2002年までに全車施行された。 さらに、2001年9月には6770が、2002年12月には、元 VVF v, v, v 試作者の6762.6772が、それぞれ内装を中心とした、リニューアル工事を受けた。2015年10月1日より、翌年3月23日まで、ワンハンドル運転台車両の導入40周年を、記念して、C2250、 2251を改版した C6050、6150を含む編成に H マーク、旧車床をシールにて復元し、ヘッドマークをつけた記念列車が神戸線で運行された。2018年1月には6000系6012回の8両編成が4連化され、6750と6751の2両を含む4両が、 編成から外され、2018年3月23日付で廃車となった。2019年、6050回が7616751675657575を抜いた4両編成に短縮され、元2200系の6050.6150が、それぞれ7090.7190に改番された。出場にあたり、 梅田方に7005回を連結して7005から7105プラス7090760575057190の6連を蘇生し、7月10日に京都線で主運転を実施した。その翌日に西宮車庫に改装され、13日より今津北線で運転されている。ありがとうございます。